よっしゃ、これで全て荷物積み込みました。結構な荷物だな、一泊のキャンプなのに。そして今日はあいにくの雨です。でもキャンプに行っちゃいます。おっチャンネルです。あいにくの雨です。夫婦キャンプというタイトルつけてたんですが、助手席に妻 M 子おりません。ソロキャンプかと思われるかもしれませんが、実はですね、娘が暮らしている京都に、妻 M 子用事で行っておりまして、三重県から京都へ、妻 M 子を迎えに行って、その後夫婦キャンプに出かけたいと思っております。あの油多めです。普通とは思えない量でした。キャンプ行く途中で、宇治で寄り道をして平等院へ。なんでな。初めてだからね。来たことなかったから。うん、ここはあれね、あの十円玉で有名なところね。十円玉の模様だよな。そうだよね。うん。そうだよね。うん。なんかすごいよ。これ林道だぞもう。なんかあなたの何ってこういう。いやいや、ね、あなたの歩きみんな一緒だから、なんかすごいこうあなたのしがちだよね。なんでこんなとこ来るの。笠木大橋です。うわすごい水。大丈夫っていうぐらい増水してるね。すごいね。うわ、山道を越えていつもの笠木キャンプ場にやってきました。水があるから心配だったけど、とりあえずねキャンプ場をやってそうなんで行きます。笠木公園、公園キャンプ場、お一人様500円。ここが入り口。ここがね、あの狭いのよこれが。ハイエースがギリギリかな。あのちょっと大型のキャンピングカーはちょっととても入れない。この下ここ行くの。あすいません、ごめんなさい、これご支援しかないんですけど、ちょっと待ってくださいね。はい、これあの近くの温泉の割引券で。ありがとうございます。これがキャンプ場でございますよ。はい、これは広いのよここ。はい、ここら辺は直火ダメダメゾーンだけど、まあ、あっちが駅だったりするからね。駅、うん、上上に行けるのよ。うわぁ、一人いますもん。いますね、はい、いるし、そこも車がないから、ほらもう張ってる人いたんだな、うん、もうそこはしょうがない、諦めよう、うん、ということでこっちにします。はい、ここならよかんべ、よかんべ、よかんべね。どう貼ったらいいかな。こう貼る、こういこうかな。汗びっしょりになってセッティングを完了しました。はい、今日の、キャンプサイトの仕様はこんな感じです。じゃーん。雨でも OK バージョンということで、はい、キャンピングカーはもう完全に今日は寝るだけ、はい、で、これあんまりこれ見せたことがない
フルフル、フルフルベッドバージョン。これがフル。ほら。あ、そっか。冷蔵庫も。そう。なくなって。冷蔵庫も全部どけて、一番広く使えるバージョンにしてあります。はい。ここを、こんな感じで使って、はい、で、ここからが、はい、こっち。ここね、いつものオーニングと、うん、このリビングタープを実はつなげてあって、うん、雨の日でも、雨が降っていても、ここをここで使ってれば、車との行き来が、うん、ね、ここから、こう、起きて、雨に濡れず、リビングに、こうやって行けると、はい、いうような仕組みになっております。はい、これだな、紹介しとかなきゃいけないのはこの、私用のアルペンアウトドアーズで買った宇治の、ベンチシート。そう、これ元は白やね。そうやな、これ M 子用な。そう、はい、こんな感じの、はい、いいじゃんね、これ、うん、ちょっと休んで温泉行って、うんうん、それから、はい、キャンプ居酒屋、はい、違う、居酒屋キャンプちゃんと決まればやりたいと思います、はい、交互期待、で今から、温泉に行きます。ここのね、笠木キャンプ場の一番大きなポイントはやっぱり歩いて行けるところに、日帰り湯があるっていうのが非常に大きなポイントかな、うん、まあ、電車に乗れるっていうのも大きいけどね。いいね、うん、ここは安いよね、1日500円だもんね、うん、まあ、だから今日みたいに1泊2日になると1人1000円だから今回2000円だよね。見てこれ、笠木男塾。入りたくないな、男塾は。うん。あ、なおチャンネルってほら、あれだよ。うん。よくコメントくれて。あそこに見えるのが笠木温泉憩いの湯です。あそこの上な。ザクがいるね、ザクが。隠れザク。ビールですよ。ビールがある、ここは。プレミアム。ってことは何、温泉に入った後に生ビールを飲んじゃったりとかしてもいいってことですか。いいというわけで温泉いただきたいと思います。憩いの花子。何？憩いの花子って。温泉で。はい。うまそうじゃん。うん。